8バンドぐらい来ていただきまして、6時まで突っ走ってもらいたいと思いますけれども、本当はあの梅雨で外が雨というふうに設定しておったわけですけど、雨やったね。そうなんです、我々電気屋さんこの暑い時に入るとめっちゃ忙しいわけでございます。今日はあのね、もうあの儲けがないというそういう状況で来ておりますけど、まあ本当にまあご縁ありましてこのようなところでさせていただきます。最後までね、楽しんでやっていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。じゃあ、前座というのちょっとだけちょろっとやらせていただきます。
しておりますけども、よろしくお願いします。Are You Ready という斎藤飛鳥剛の曲でしたけども、準備はええんかというふうにみんなに言うてるんじゃなくて自分で言うとそういう歌でございました。
あかんでっていう人はい、あれはええでという人はい、ええという人も多いですよね。よかったなと思いました。あかんって言うからね、ここで議論が始まるまあでもね、セネガルが入れとったらもうえらいことになっとったなと思いながら、えらい爆打をしようなと。まあすごいやつです。リビア勝つと、リビアちゃんはどこやったっけ、ギリシャちゃんはどこ、コロンビアちゃんは次当たるとこ、ベルギー勝つと思います？無理無理無理と思う人、勝つと思う人、ね、希望が大事です。まあいろんな采配しはるからね、何があるか分かりません。だってアルゼンチン負けたしね、アルゼンチン負けたね、ポルトガルも負けたしね、ロナウドもメッシもメッシもいなくなったんで、だから弱い方が勝つということでいくならば勝つだろう。で向こうのリーグ、こっちの方は強いもんがいっぱい勝つのかな、ね、まあベスト8なんて言ったらもう夢のようですけど、その先があるならば一生のうち1回ぐらい見てみたいなと思っておるのは私だけでしょうかということで、はい、最後の曲になりました。あ、そうなの、僕は後でまた出てきますから。まあ前座でございます、皆さんが歌いやすいよ、ね、どうするのかということでございます。一番歌いにくいのが自分。気になるから行こうよ窓。
ありがとうございます。じゃあこれから皆さんの出番でございますので、みんなの演奏もね楽しみながら6時まで突っ走ってまいりましょう。よろしくお願いします。